私はもうすぐ出ないとなんですけど、はよちょっとショルームしとこうと思って。昨日もしたかったんですけど、昨日めっちゃ楽しかった。嬉しい。やっぱね、ライブパートすごく皆さんの顔を見れるわ。はよって思いました。はよ。昨日はヘリオレ見てガチャガチャしてるところを見た。ガチャガチャまだしてないんだあれ。はよ。配信は分かんないですね。なんか止まってるところが遠くてさ。はよ。口に色がない。メイク道具全部あっちに置いてるから。リップも色つくやつないや。だよ。もうちょっとでさ、喜んでもらえるかもしれない。お知らせができそうです。おはよう。目が緊張する。本当？コンタクトで疲れてる。いや、どうだったかな舞台。はいよ。昨日初日を迎えて、今日明日明後日とまだ続くんですけど、お昼結構みことってコールが聞こえた気がして、めちゃめちゃ嬉しかったです。はいよ。寝た寝た。劇場に来てくださる皆さん待ってます。みことコール。あのライブシーンのみ。マーセン最高やった。あそこ面白いよね。うんうんうん。また今日はあれだから、ゲストさんがいらっしゃらないというか、ゲストさんのところがアポロさんバージョンなので。舞台から声聞こえるの。聞こえたよ、めっちゃ。また変わるからね今日は。はいよ。10時には終わります。今日はおきちゃんの誕生日ですね。ね、おきちやん。おきちゃんのあのさん TikTok 謎で好き。ゲストさんでガラッと変わるので楽しみ。そうそうそう、脱臭かみたいな。イヤモニーソーを使ってるんですよ。嬉しい。イヤモニーを使える機会って。
あんまりないから。総選挙落ちたの焦ったね。昨日のお昼にハプニングがあって総選挙が落ちちゃったんだ。ちょっとこれだけ寝るわ。また後ほどよろしくね。お、来てくれるんですか。仕事行ってきます。いってらっしゃい。おはよう。おはよう。チリやないか。そう、あれ可愛くて買っちゃった。結構前に。おはよう。発売日に買いました。明日行きます。ありがとう。昨日のゆみりんの卒業公演はデモでも歌ったんですよね。人たちの声も、今日仕事を抜け出せればもう安心。全通はよ。昨日こっそり見に行きました昨日こっそり見に行きました。かっこよかったです。嬉しい。ありがとうございます。え、見てくださった方、どうだった？なんか、みことちゃん、どんな感じでした？はいよ。いろんな衣装が見れてお得か？そうなんですよ。しかも昼とさ、夜でね、衣装変わったの。もう多分ひ、お昼、もうなんかインナーが変わっただけなんですけど、お昼着てた方はレアだった。セリフも変わった。そう、配信もあるので配信でもぜひ見てください。最後の衣装短かったねえ。あれかわいい。一シーンのための衣装とかもあって、もっと着たい。あそこあの衣装今日から12月とか実感ないねえ。それな。ジェポン香港さん、ジェポン香港さん、タロール Thank you。 ありがとう。おはよう。ありがとうございます。今かけるかな。ちょっと待って。早すぎる。あれれ、何タワーだ。ジェポンさん、
今日の夜公演にこれから東京に行くのに新千歳にいます。飛行機持ち、ありがとうありがとう。待ってるわ。名古屋大丈夫そう。なんかいきなりになっちゃった。でも治ると思います。ありがとう、心配。12月1日、よし、ありがとう。いきます。ジェイポン香港さん、 Thank you。 ありがとう。あれよ。にょ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 、ありがとうございます。今のみちゃん、みことちゃんと全く違う雰囲気。みことちゃんめっちゃめちゃメイクが濃いんですよね。ゆうか今日誕生日だったな。うわー、びっくりした。それな、おきティアン、おきティアンのハッピーバースデーです。あよ、めっちゃ濃い目の周りにね、黒く囲ってるって感じ。みことちゃん、はよ、今日もたくさん踊ってきます。みちから返信するのにどれぐらいかかるの。今回ウィッグじゃなくてエクステなんですよ。意外とエクステの方が大変かもって思ってきました。なんかウィッグはさ、ネットをかぶってこう装着だけでよかったんですけど、まあピンとか止めてたけど、あのなんだエクステはね、なんかシールみたいな、ちょっとの毛の束のシールをポッて挟んで、こう髪をポッて挟んでつけるみたいな、それを何回もやるって感じなんです。でつけるのも大変だし、取るのもねさらに大変なんですよ。何本つけてんの、何本なんですかね。16本ぐらいついたんじゃないかな、わからん、もっとかもしれんけど、その、まあ、最初はまださ、こうやってピッてつけるだけじゃきいいんじゃけど、取る時がもうシールでついてるから、このシールを剥がすのが大変で、まあ、でもなんかね、液みたいな、剥がす液みたいなやつはあるんじゃけど、そう、手間がかかってる。そうなんです、エクステってつけっぱなしじゃないのね。うん、昼夜はつけっぱなしだけど、こういう時は取ってる。ダメなんじゃない、なんかそういうエクステじゃない、多分簡易的エクステみたいな感じなんじゃないかな、わかんないけど。それでは団長を読んでいきたいと思います。2人楽しかったよね、最善でありがとう。いきます。13位もくもくさん、12位マニュアルさん、11位春夏秋冬さん、10位パラレルさん、9位我が人生に悔いなしさん、8位あいつも翼乗れたエンジェルさん、7位プロダクトアートさん、6位ホジさん、5位長谷川さん、4位ジュノラゴさん、3位釣り吉244さん、
にセリオさん、そして1位はルルルンジェランジェイポン香港さんでした。ありがとう。鼻声になってきちゃったね。そして今日のラッキーの分22位はルルルンジェラン N さんでした。ありがとう。今日行くぜ。え、待ってるね。ありがとう。また後ほど。うん、ありがとう。みんなご飯食べて。うん、ありがとうございます。行ってくるね。バイバイ。またね。ありがとう。